純仁天皇は日本の第四十七代天皇。漢風志望は明治時代になってから付けられたもので、古文書では拝帝、または淡路拝帝と呼ばれるが、歴代に加えた師書も存在する。意味名は多い。天武天皇の御子、利ネリ神皇の七、男として誕生する。母は東馬郎の娘、東馬山瀬。だが、三歳で父が母子したこともあって、 天皇の孫でありながら、関与を受けることもなく、存在が注目されることもなかった。756年に没した、聖武天皇の遺言によって、日田武神皇のこの銅像が立体死したが、天平商法9年3月29日に、後見天皇によって銅像は敗され、四日後の同年4月4日、光明皇后を後ろ盾に持つ藤原中丸の強い、 水挙により王陽が立体死した。王陽は、中丸の進言に従って、中丸の長男で個人の魔獣の未亡人である、わた諸子を妻に迎え、また、中丸の指定に住むなど、中丸と深く結びついていた。また、トネリ神皇の母である日タ部王女は、天智天皇の娘であり、天智、天武の両天皇の血筋を引くことも中丸に押された、一員であったとする指摘もある。 天平法治2年に、後見天皇から上位を受け戦争した。同時に、後見天皇は、大乗天皇となった。しかし戦争後も、政治の実権はほとんど中丸が握り、一族は、エミの二次を付け加えられるとともに中丸は、推し勝を名乗り、戦王が目立つようになる。五十五年に、唐で、安独山の乱が発生した際には、九州の警備強化にあたるが、中丸が、 白木討伐を強行しようとしこれを許可する。また官位を東風の名称に改めたり、中選と水戸の権利や支援を用いる許可も与えた。天平法寺4年、中丸を皇室外では初の大城大臣に任じた。同年、光明皇太后が崩御するが、中丸は天皇と上皇を盾に平城宮の改築を実施し、翌天平法寺五年天皇と上皇は、 小春太宮やグ宮に行行して、グ宮を北宮とした。ところが、グ宮滞在中に病みがちとなった、後見上皇は看病していた湯戯道教を、寵愛するようになり、中丸の進言により、天皇がこれを諌めたところ上皇は、劣化のごとく激怒し、天皇は、上皇と対立するようになっていく。天平法治6年6月3日。 公権上皇は再び天皇体験を掌握することを目的に、今の帝は常の祭りと生事を行え、国家の大事と懲罰は臣が行うと宣告した。この宣告によって、政治権力が公権上皇の元に移ったとする見解と、御事を保持し続けていた、順任天皇が依然と権能を発揮していたとする見解があり、まだ研究者間でも確定されていない。 また、佐藤長とは、後賢上皇と順任天皇の対立の本質を、天武天皇皇統でも、暴流の天皇を、事故の、真とみなす上皇と事故を、後賢天皇の皇太子ではなく、聖武天皇の皇太子として即位したとみなす天皇の、間に発生した王答及び皇位継承に関する、認識の差として捉え、たとえ、仲間ろや同郷がいなかったとしても二人の対立は、 避けられなかったと指摘する。天平法寺8年9月、上皇との対立を契機に、恵美義勝の乱が発生。天皇はこれに加担しなかったものの、中丸の乱が失敗に終わり天皇は最大の貢献人を失った。乱に加わらなかった理由については、すでに上皇側に拘束されていたからだとも、中丸を見限って、上皇側との和解を探っていたからだとも言われている。 乱の翌月、上皇の軍によって居住していた、中宮の院を包囲され、そこで上皇より、中丸と関係が深かったことを理由に敗位を宣告され、5日後の天平法治8年10月14日、新王の待遇をもって、淡路国に流される。順任天皇は、敗位、大乗天皇は、追合されず、上皇は重祖して、聖徳天皇となった。だが、 淡路の剪定のもとに通う官人らも多くおり、またとでも剪定の復帰を図る勢力が残っていた。このような政治動向に危機感を持った聖徳天皇は翌天平神五元年2月に現地の国主である佐伯助スケに警戒の強化を命じた。この年の10月、廃帝は逃亡を図るが捕まり、翌日に陰中で亡くなった。 公式には病死と伝えられているが、実際には暗殺されたと推定され、僧霊が行われたことを示す記録も存在していない。敵対した聖徳天皇の遺行により長らく天皇の一人と認められず、敗帝、または淡路敗帝と呼ばれていたが、新東女日本殿では多い、宗子日本殿では天水天皇と記されて歴代に加えられている。これは10世紀に、 そにわたったそ長年が伝えた、往年代記を参照したものである。純任天皇淡路領々は、宮内町により、兵庫県南淡路滋賀州にある淡路領に地上されており、兵庫県内では唯一である。宮内町上の形式は山形。記録では、淡路国三原軍に造営されたという。放棄三年後任天皇は、僧侶六十人を派遣し、時を設けて、 その魂を沈めた。宝棄9年3月23日に三領扱いとされた。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。その他、滋賀県長浜市西屋在町菅浦一帯では、純任天皇伝説が分布し、純任天皇の営んだ、ホラグ伝承地、純任天皇陵伝承地などが存在する。 明治3年7月24日に、公文天皇、中京天皇と共に、明治天皇から、純任天皇と死後を賜られた。明治6年には、同様に入る先で没死した、ストク天皇を祀る白峰神宮に合祀された。中野渡春次、奈良時代の天授天皇館、初秋、中野渡。 古代大乗天皇論 ISBN978 から4から784218875佐藤長と古代天皇制の構造とその展開即位改元について P216 観光物名京都府埋蔵文化財論集第6集から創立30周年記念誌観光年2010年観光者 公益財団法人京都府内蔵文化財調査研究センター山田邦和平安時代前期の両母戦地初集角田文英監修古大学協会編人氏明朝史の研究ありがとうございます